加賀市新幹線対策室はまたも浮かれていた。小松さんとのライバル対決面白かったな。我々の人気も高まってきている。加賀に新幹線が止まるのも時間の問題だ。ちょっと気が早いが、みんなで前祝いと行こうじゃないか。せーの、乾杯。大変です、これ見てください。この味どうなってんのよ。これじゃ誰も加賀来ないよ。何なんだこいつは。私も加賀温泉駅で見ました。何にもないじゃない駅前。駅前がこれじゃ観光客に失礼じゃん。僕も街中で子供の遊ぶ場所が全然ないよ。これじゃ子供かわいそうだよな。みんな滋賀行っちゃうよな。公園にもいました。誰なんだこいつは。加賀の愚痴ばっか言いやがって。なんだこの料理は。加賀にはうまいカニだって野菜だってあるのに、それを生かせる料理人がいないんだよ。食材が泣いてるよ。どうだ貴様、いい加減にしろ。おやおや、これはこれは、毎度くだらない動画を拡散している加賀市新幹線対策室の皆さん。加賀の至る所で加賀の愚痴を言いまくってるらしいじゃないか。一体何様なんだ。愚痴を言うのが生きがい。愚痴から生まれてきたと言っても過言ではない。そうです、私が愚痴雄三です。です。東京2023加賀、加賀市新幹線対策室に暗雲が立ち込み始めた。ある男によって加賀の弱点が浮き彫りになり始めた。加賀温泉駅前は何もないし殺風景。加賀の食材を生かしたお店もほとんどない。観光客が行きたくなるような楽しい遊び場もない。米太郎さん、本当に新幹線が止まるにふさわしい街なんですか。好き勝手言いやがってこの野郎。止め太郎さん、悔しいけどその通りかもしれません。正直加賀は今のままでは観光客を受け入れるのに完璧とは言いませんね。事実、見直さなければならないところがたくさんあります。くそー、俺たちは油断していたということか。この街は新幹線が止まるにはふさわしくないということか。よくぞ気づいてくれました。実は私。あなたは加賀市特命加賀大使のグッチ雄三さん。そうです、私はグッチ雄三ではなくグッチ雄三です。どうしてですか。あえて海を出して皆さんのやる気を引き出したかったんです。そのために悪役になりきりました。皆さんのその悔しい気持ちがあればきっと加賀はいい街になるでしょう。そこまでして我々のために。いいニュースもあるじゃないですか。ホームの設計、幅176センチで加賀温泉駅停車型。富太郎さん、ゴールは間近ですよ。ありがとうございます。まあいろいろあったけど最後は歌っちゃいましょう。え？輝けステーションミュージックスタート。歌？無理無理、聞いてないよ。遊ぶ場所も増える、子供たちも楽しい。
東京2023加賀、加賀温泉駅は北陸新幹線の停車候補駅です。毎度くだらない、ごめんなさい、もう一回ですけど観光客が行きたく、すいません失礼しました。危ない危ない、ごまかした。全然間違えた。